はい。皆さん、こんにちは。社会保険労務試験行政書士の柳川和弘です。さあ、本日はですね、在職老齢年金について解説をしていきたいと思います。まあ、この在職老齢年金というのはですね、えーまあ、今現在はですね、えーまあ、あの年金をもらいながらですね、えー、その社会保険に加入している方ですね、厚生年金に加入している方が、 まあ、あの、報酬とですね、その給料ですね、会社からもらっている給料、報酬と、ま、年金ですね、基本月額というんですけど、年金の合算額がある一定の額を超えるとですね、ま、あその年金が、に調整がかかる、停止がかかるようになってまして、それをま、あ在職老齢年金と言いまして、在職、働きながら年金をもらう方の、ま、あ制度ということになってます。で、これをま、あちょっと見ていきたいと思うんですが、さ、あこの、 まあ、日本年金機構のホームページからを参照ということで、えー、まあ老齢厚生年金といってね、 今現在はですね、えーまあ、あの60歳以降ですね、65歳未満でもらえる、まあ、特別支給の老齢厚生年金というんですけども、生年月日によってはね、えーまあ、65歳未満でもらえる方もいるんですが、65歳未満で年金をもらう方を、まあ、特別支給の老齢厚生年金と呼んでますけども、えー、これはですね、昭和、えー、41年4月2日以降の生まれの方と。 いうのはですねもうすべて65歳以降でないと、ままあえー、この、まあ厚生年金というのはね、ね、えー、老齢の年金というのはですね、まあ、もらえないということにはなってますけど、そのまあ、老齢厚生年金を受給されている方がですね、えー、厚生年金保険の被保険者である、つまりは、えー、年金を受給していてもらっていて、さらに厚生年金の被保険者でもあると、えー、社会保険に入っている場合ですね。で、えー、受給されている年金の月額、 基本月額と言うんですけどね、総報酬月額相当額というのは、まあ、給料のことですね。えー、会社からもらっている給料を、えー、まあ、標準報酬月額というね、いわゆる社会保険の保険料を決める際のですね、まあ、等級があるんですけども、その等級区分のことを標準報酬月額と言うてまして、その社会保険のね、えー、社会保険料を決める際の報酬月額と。 いわれるその額ですね。に応じてね、基本月額との合算額、つまりは年金の額と給料の額の合算額で、年金の支給額は決定するということになってます。で、えー、平成19年4月以降に、まあ、70歳に達した方がですね、えー、70歳、えー、まあ、70歳以降もね、もし、あのー、70歳までしかね、 厚生年金っていうのは入れないんですけれども、70歳以降もですね、厚生年金適用事業所に勤務されているということは、いわゆるどこか会社にお勤めで、社会保険にはもう入れない。厚生年金はですね、健康保険は75歳まで入れるんですけれども、厚生年金には入れなくなっている。でも、厚生年金の適用事業所で働いていればですね、厚生年金の保険のですね、えー、被保険者ではないんですけれども、 やっぱりまた報酬をもらって年金をもらってるんで、在職によっての支給の停止というのは、つまり年金の停止が行われる場合があるということですよね。で、これはですね、えー、まあ、65歳未満でその支給停止がかかるね、えー、まあ、制度があったんですよ。65歳未満の人と65歳以降の人で、まあ、その年金のね、えー、支給停止がかかる、その計算方法が違ってたんですね。それが令和4年4月の改正で、 65歳未満であろうが、65歳以降であろうが、その年金のね、調整がかかる、支給停止がかかる計算方法は一律になったんですけども、令和4年の3月以前の場合はね、65歳未満では計算方法が違ったので、ということの説明がここに書いています。さあ、その基本月額っていうのは、まあ先ほどから言ってますけれどもお、まあ、 年金の月額のことなんですが、年金というのはまあ2か月に一遍払われるんですけど、2か月まとめてね、その基本月額というのは、老齢厚生年金の月額なんですけどもね、いわゆる下給年金額といいまして、これは、えー、年金をもらうときね、老齢の年金をもらうときに、配偶者がですね、65歳未満の場合に、一定のまあ配偶者とか公にね、一定の下給年金がつく場合があるんですね。そういった下給年金額というのは、ちょっとまあ、除、えー、いていますと。 いうことですけれどもね、自分が65歳で老齢の年金をもらうときに、配偶者が65歳未満のときに、まあある一定の要件を満たせば、配偶者とか、こうに加算がつく。その下級年金額を除いた老齢厚生年金の月額のことを、まあ、その中の報酬比例部分ですよね。えー、っと、これが報酬比例部分なんで、基礎年金の部分は含めないということです。こう注意せながらのね。そ,えー、その報酬比例部分の月額となります。で 基本月額そのとです、ね、総報酬月額相当額と言いましたが、これは会社からもらう給料のことですね。その月の標準報酬月額という、社会保険の保険料を決める際の標準報酬月額ですね、各等級ごとに区分された、その表標準報酬月額と、プラスですね、その月のね、その月以前の1年間、1年間の標準所与額と言いまして、賞与の額ですね。1年間にもらった賞与の額。 これを合算してですね、えー、その、あ、ごめんなさい。その標準賞与額を12で割ります。賞与ね、1年間にもらった賞与の額を12で割って1ヶ月分に直す。それを加算するわけですね。えー、ということになります。さあ、標準報酬月額、標準賞与額と70歳以上の方の場合は、それぞれ、まあ、70歳以上の方もね、えー、それぞれ、まあ、標準報酬月額に相当する額とか、標準賞与額に相当する額となると。 で、この計算方法なんですが、ここの、まあ、フローチャートにありますけれども、これは、えー、令和6年のですね、えー、3月末までは、この基本月額と標準、えー、総報酬月額、総当額の合計額が48万円、つまり年金の月額と、まあ、給料の月額ですね、簡単に言うとですけどね、それが48万円以下でしたらですね、 えーまあ、全額支給されるということで、年金がね、つまりは停止がかからない。これが令和6年の3月末までで、令和6年の4月以降は、えー、っと、これ情報によりますと、これが50万円にまあ変わるという情報が上がっています。これはちょっと古い情報ではあるんですけども、これはまあ今現在と言いますかね、えー、このまあ収録の段階、 これは令和6年の3月末まではこの48万円というのは適用されるんで、令和6年の4月からこれは50万円に変わりますけれども、つまりは年金の月額と給料の月額の合計額がですね、48万円以下ですと、まあ、全額支給される。つまりは年金の停止はかからない。で、えーと、令和6年4月以降は50万円になりますけれどもね。で、48万円、令和6年4月以降は50万円ですけれども、それをですね、超えるとどうなるか。 年金の一部支給停止、それから全額支給停止というようなことになります。で、その計算式なんですけども、下にありますけどね、基本月額という年金の月額からですね、その年金の基本月額プラス、まあ、給料の相当額、相当収月額相当額、これを合算したものの、引く48万円というのは、これは令和6年の3月末までの基準。要するに48万円からね、年金の月額と給料の月額を えー、超えた部分の半額、割る2ですから、半額が、えー、基本月額からですね、えー、控除される、支給停止される額ということになるわけですね。で、この48万円というのは、令和6年4月からは、先ほども言ってますけど、50万に変わりますということですけれどもね。つまりは48万円を、まあ、要するに年金の月額と、給料の月額、まあ、先ほどね、えー、商用額を12で割った額も、 まあ、含めるんですけどもね、この総報酬月額相当額には。ですから、まあ、基本的にはね、あのー、まあ、給料の、単純に給料の月額じゃないんですね。えー、賞与の年間の額の12で割ったものも含めるんで、総報酬月額相当額という言い方をしてますけども、まあ、その額ですね、その年金の月額と総報酬月額相当額、これを合算したものが、令和6年3月末まで48万円を超えてたらね、その超えた分の 半額、割る2をした額が、基本月額、つまり年金の月額から差し引かれる、えー、支給が、ストップがかかる額とうんいうことになるわけですね。その割る2をね、えー、した額がね、基本月額が例えば20万円で、えー、この基本月額プラス、総報酬月額、相当額が、えー、20の、例えばですよ、30だとしますとね、 えー、基本月額20万、総報酬月額相当額30万円と50万ですから、50万円低48万円。で、2万円割る2。で、1万円ですね。1万円が基本月額から停止がかかる額ということになるんですね。さあ、先ほども言ってますけど、この48万円のは令和6年の4月から50万円に変わります。で、えー、基本月額と総報酬月額相当額との合計額は48万円以下。えー、ですと、まあ、先ほども言いましたように、支給停止がかからないんですね。 えー、例えばですね、基本月額が、えー、20万円でしたと、双方中月額相当額が28万円ですと48万円ですから、これが全額支給になって支給停止はかからないということになります。そして、えー、ちょっとこれがややこしいのが、令和4年3月以前ですね、えー、65歳未満の方は在職老齢年金というのは別の計算式でやってましたんで、65歳未満の、つまりは特別支給老齢厚生年金といいまして、 えー、今、段階的にですね、65歳未満の方も年金がもらえる、えー、老齢の年金がもらえるようになってまして、それを今ね、特別支給の老齢厚生年金というんですけども、その65歳未満で老齢厚生年金がもらえる方の計算式っていうのは、令和4年3月以前、ね、65歳未満だった人は、まあ、別の計算式でやっていたので、まあ、それの計算式は違いますよという意味ですね。それはちょっと複雑なんですけれども、 まあここざっといきますけど、基本月額と総報酬月額相当額の合計額がですね、28万円以下の場合は、これは全額支給となります。で、総報酬月額相当額が47万円以下で、基本月額が28万円以下ということですけども、どっちもまあ、47万円以下とか28万円以下の場合は、基本月額引く、まあ、総報酬月額相当額プラス基本月額から28万円。 ですね、超えた額の割る2の半額が基本月額からま差し引かれると、まあ、停止がかかるということですね。で、双方終月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円を超える場合、これは基本月額の方が28万円を超えているという場合はです、ね、基本月額引く双方終月額相当額の割る2、総報酬月額相当額の半額が基本月額から差し引かれる、つまり支給停止がかかると。 いうことになります。で、総報酬月額相当額が47万円超超えて、基本月額が28万円以下の場合、これまたさらに複雑なんですけども、えー、基本月額引く、えー、まあ、47万円プラス基本月額引く28万円。28万円からですね、47万円と基本月額足したやつを超えたものの半額割るに、プラス総報酬月額相当額から47万円。 47万円を引いた、その総報酬月額相当額が、ね、47万円超えてるんで、その47万円を超えた総報酬月額の額を足したものが、から基本月額を向上。まあ、これが支給停止がかかるということですね。で、最後ですけども、総報酬月額相当額が47万円超で、基本月額が28万円超。まあ、どちらもですね、超えてる場合、基本月額、つまりは年金の月額からですね、まず47万円を2で割ったもの。 半額プラスですね、そして総合酬月額でね、47万円を超えていますからね、総合酬月額、相当額の47万円を超えた部分を,を加算したもの、足したものが基本月額から差し引かれる。つまりは、停止がかかるということになりますね。えー、まあ、留意事項としてちょっと載っていますけども、ちょっと注意していただきたいのはですね、えー、厚生年金基金という3階建ての、まあ、年金があるんですね、企業年金。そちらの方に加入していた期間がある場合は、 厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出しますというのは厚生年金基金に加入していたからといってねまあ、3階建てなんですけれども当然これは厚生年金にも加入していたことになりますけれどもこの厚生年金基金に加入していた期間もがさらにですねあった場合は、えー、その被保険者期間がまあ伸びるとかそういうことはね普通にまああの 厚生年金に加入していた期間のみで、厚生年金基金に加入していたとしても、その厚生年金基金に加入していた期間は、さらにまあその部分が増えるとか、そういうことはない。そういうことはなく、基本月額を算出しますよと。こういう意味ですね。で、この厚生年金基金に加入していた期間がある人っていうのは、これはまあ、えー、老齢厚生年金の、まあ、報酬比例の一部としてですね、えー、まあ、老齢厚生年金として、 まあ、と見なしてね、えー、報酬比例の一部と見なして、厚生年金基金が代わりに払ってるんですね。代わりに払ってますので、結局これも基本月額の中に含めるってことです、えー。支払いは厚生年金基金が代行して払ってるんですけども、厚生年金基金に加入した期間の部分っていうのね、普通の厚生年金入ってる人は当然増えますから、その増えた厚生年金基金の部分も、年金額と見なして基本月額を算出すると。 ということです。年金支給額がマイナスになる場合というのは、えー、先ほどの基本月額プラス総報酬月額相当額がね、えー、自分のもらう年金より、まあ、超えていると、ですね、全部支給がかかりまして、基本、まあ、これはマイナスの計算になる場合もあるんですが、その場合も結局は、ああなんかお金が取られるとか、そういうことじゃなくて、全額支給停止になると。 いうことですねこの場合、下給年金額を含むというのは、下給年金というのは先ほども言いましたけど、自分が65歳でね、老齢厚生年金をもらうときに、配偶者が65歳未満のときに、まあ、一定のですね配偶者とか、ここに加算がつく、下給年金ですね、っていうのもあるんですけども、それも含むという意味ですよね。はいで、老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給。これはね、老齢基礎年金、これは停止がかかるのは、 えー、報酬比例部分ですから、えー、つまりは老齢基礎年金、えー、まあ老齢基礎年金というかね、老齢厚生年金の部分がまあ,あ停止がかかるんでね、えー、老齢基礎年金の分には停止がかからない。というのと、経過的加算というのはあ、特別支給の老齢厚生年金ですね、65歳未満で年金をもらっている人が、ね、定額部分で計算すると、65歳以降、 特別65歳未満で老齢厚生年金をもらっている人は65歳になると老齢基礎年金に名前を買って定額部分でもらっていた分をもらうことになるんですけども定額部分というのは特別支給の老齢厚生年金でもらう定額部分というのは例えば20歳未満でね厚生年金に加入していた期間とか60歳以降で厚生年金に加入していた期間これはね65歳以降でもらう老齢基礎年金には反映しないんですね。 20歳未満とか60歳以降で厚生年金に加入していた期間は国民年金の期間だけですから、老齢基礎年金というのは。だから、えー、老齢基礎年金でもらう額と定額部分で計算した額との差額が生じる場合があるんですね。その差額分を、えー、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金もらってた人が65歳で老齢基礎年金をもらう時も、その差額分は保証するという形で経過的加算というのをもらってるんですね。その経過的加算も 全額支給されますよという意味で、すねで。70歳以上の方は、まあ、厚生年金保険の被保険者ではない、70歳以上でも厚生年金入れないんですけども、では、被保険者ではないので、保険料負担はないという意味は書いてます。で、支給停止期間、支給停止額の変更時期ということですけども、支給停止額っていうのは先ほども言いましたけども、基本月額と総補手月額、相当額の合計額、48万円を超えてる期間。 これが令和6年の4月以降は50万円になりますけどもね。超えてる期間は止まります。そして、その支給停止額の変更時期というのは、総報酬月額相当額が変わる月、変わりますよね。えー、報酬が増えるとかという時ですね。それとは退職月、辞めた日ですね。退職日の翌月には変わります。辞めてるんで、もう報酬がないですからね。その辞めた退職日の翌月には支給停止額が変わるわけですよね。 で退職って、退職して1ヶ月以内に再就職して、またね、再、えー、再就職して、厚生年金業に加入した場合は、除きますけども。で、えー、っと、年金の受給権が発生した後に、まあ、被保険者期間が、まあ、その年金の受給権を発生して、なおですね、厚生年金に入っている場合がありますから、その場合、被保険者期間が伸びるんで、年金額が反映、 すするる時期があるんですねその時期についてちょっと書いてます。それは在職老齢年金を受けている65歳以上の方が9月1日に厚生年金に加入しているときということでね、えーまあ、65歳以上の方がですね、9月1日、65歳以上で、まあ、在職老齢年金というのは年金に,とに、まあ、停止がかかっている人なんですけども、で9月1日に、ね、厚生年金に加入していたら、 えー、65歳以上、70歳未満の方ね、基準日の9月1日に被保険者であった場合は、6月の10月分から年金額が見直押されていく、これが在職定時改定というんですけど、その、まあ、毎年9月1日に、まああ、この在職定時改定っていうのはするんですが、その前年のね、9月には3日見直してるんですけども、そのまたあー、その前年の9月からですね、そして本年の8月までの分、 1>, まあ1年また被保険者期間がまあ伸びてるんですが、その分はまたその年ですね、えーまあ、翌年の9月にはなるんですけども、まあ、9月ごとに、まあえーまあ、改定をしていくということですね。9月1日前に被保険者の資格をそして、それからまあ9月1日をまたいでね、えー、1月が経過する前にですね、被保険者の資格を、まあ、取得したときはですね、 1>, えー、1日前に表現者の資格を創出しているんですが、それからまたいで、9月1日をまたいで、1月を経過する前にまた再取得した場合は、9月1日時点で表現者であったと見なしますよと、こういうことは書いてます。例えば8月25日に資格喪失で9月3日に資格取得した場合ですね。で年金額に反映されていない前年の9月から当年の8月までの部分の期間。 これはまた再計算するということですよね。で、令和4年10月分に関しては、令和4年の4月から、まあ、この65歳以降のね、えー、在職老齢年金の方が、えー、毎年9月にね、年金の、まあ、在職時改定というのが、そういう制度化されたのが令和4年4月からですから、まあ、在職時に年金をもらっている人が、まあ、 えー、年金も給料もらってる人が、まあ、一定の、ねえー、額を超えると年金に停止がかかるんですけれどもその年金の額を見直すというのは、ね、在職時の年金の額を見直すのは、えー、令和4年4月から、ねえー、新しい制度によって、まあ、追加された制度なんで。 在職時改定っていうのはねですから、その令和4年10月分というのは初めてね、その在職時改定がなされた分っていうのは、今までですね、えー、65歳到達続きから、えー、まあ改定がされてなかった分があるんで、その65歳到達時から令和4年8月までですね、厚生年金に加入していった期間も再計算に含みますよという意味ですね。はいで、再計算の結果、支給停止額。 これはまあ変更になる場合ありますね。当然、年金額が増えることによってですね、えー、支給停止額がまあ増えるという場合もあるかと思いますのでね。で、あと、退職したとき、在職老齢年金を受けている人は退職したときとか、70歳に到達したときも再計算します。 70歳未満の方が退職して1ヶ月を経過したときは、退職した月の翌月から年金額を見直す。退職時改定っていうのはね、えー、これはまあ、えー、あったわけですけれども、これはまあ、従来からあったわけですね。えー、ということになります。退職時の改定ということになります。で、厚生年金に加入しながら、まあ、老齢厚生年金を受けている70未満、70歳未満の方が70歳に到達したときも、当然もう厚生年金に入れないですから、70歳到達。 月の翌月から見直すということですね。えー、まあ,あ、まあ、当然ね、見直すことによってね、全額支給がされるということになると思います。当然、あのー、双方集月額相当額っていうのはなくなるわけですから、この退職時とかですね、70歳到達時っていうのは、まあ、在職時の改定はね、えー、まだ、ね、あのー、在職してますから、えー 総報酬月額相当額があるんですけども、総報酬月額相当額がね、えーまあえー、その年金のね、被保険者期間が延びることによってね、まあ、年金の額が変わったりもしますから、それによって退職時改定あ、ごめんなさい、在職時改定っていうのはされるんですけども、退職時改定とか70歳到達時の改定っていうのはもう、あのー、やめてますからね、やめてるかもしくは厚生年金にも入れないわけですから、 つまりはですね、この、えー、要するに、双方集結額相当額というのが、まあ、これがですね、まあ、なくなるわけですから、まあ、年金がですね、えー、全額支給されるということになりますね。はい。ですけども、えー、っと、まあ、70歳以降もですね、えー えー、要するに在職している場合はですね、70歳以降も在職している場合は、まあ,あ停止がかかるということにはなるんですね。はいですけども、年金額1、または全部支給停止がなくなり、全額支給されるというのは、えー、退職してしまうとね、えー、ごめんなさい、退職時改定の時は、えー まあえー、その退職時改定の時はやめてしまうので、双方酬月額相当額はないんですけども、70歳到達時ですね、70歳到達時は70歳をまあ到達してからね、えー、年金にはもう入れないんですけども、えー、まだ在職している場合はですね、在職している場合は、えーまあ、これは停止がかかります。その総報酬月額相当額に、まあ、計算し直してですね、と、はい、いうことにはなりますけどもね。 はい。ということで、えー、まあ退職して1ヶ月以内に再就職して厚生年金に加入したときは、年金額の再計算は行われない。1ヶ月以内に再就職して、また再加入の場合はですね、ということになります。6、70歳以上の期間っていうのは厚生年金に加入していないためですね、年金額の再計算には、まあ、反映しないですけれども、まあえー、70歳以上の期間っていうのはね、厚生年金には加入してないんでね、年金額はまあ、ほえるとかそういう、 たことはないんですけども総合集結額相当額は、まあ、えー、在職時ではあるんでね、給料をもらっていたら、えー、年金額はもう増えることはないんで、再計算はしないんですけれども、えー、まあ、70歳費用者ということでね、えー、まあ、算定基礎と言いまして、7月にですね、えー、まあ、社会保険料の、まあ、見直しの時期があるんですけれどもね、その時に、まあ、日本年金機構さんにね、 まあ、届け出を出さないといけない。70歳以上の費用者っていうのを届け出を出すと、双方集結額、相当額っていうのは換算しますんで、それによってね、えー、支給停止がされたり、一部停止がされる。こういうことは、まあ、ありますけども、ただ、年金額は再計算しないんで、えー、厚生年金にはもう加入してないんで、反映はしないんですけども、ただ、年金額の再計算によって、ね、厚生年金加入期間が20年を超えると、20年がないと可給年金っては支給されないんで、新たに可給年金が支給される場合があったりね、 で下給年金がまず、もう65歳未満の配偶者がいないと下給年金ってもらえない。あと、一定の子供がいる場合ですけれども、そのような場合で該当してないと、これが振り替え加算になって、下給年金としてもらえてた額が振り替え加算として支給される場合があるんですけれども、そのようなね、えー、下給年金とか振り替え加算が支給される要件を満たすようになったら、ね、厚生年金の加入期間が20年を超えてきて、その場合は別途手続きが必要ですよということが書いています。はい。 というわけで、えー、以上、在職老齢年金についてね、説明をしてきました。さあ、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。はい。この動画をまた気に入っていただきますと、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。